稲葉家住宅は、京都府京丹後市久美浜町にある邸宅。母屋が、国の登録有形文化財に登録されている。現在の所有者は、京丹後市であり、NPO 法人ワクワクする久美浜を作る会が、展示体験施設合唱稲葉本家として、運営している。稲葉本家の外観。兵庫県道、京都府道11号上久美浜線側から撮影。天文七年の、 丹後国五段課町には、後の久組浜城東本町と西本町に推定される地域にはすでに五百軒もの家が立ち並んでいたことが記されている。天正十年には松井康幸が松倉城に入城し、久組浜は城下町として成立した。織田信長の家臣であり美野国の稲葉一族の末栄とされる稲葉家は丹後国熊野郡久組浜で工事製造を手掛けて、 財を成し、それを元手に、海鮮業で巨万の富を得た。最終的には、近隣諸藩の金融を一手に引き受ける豪華となっている。1885年から1890年には、第12代当主、稲葉一郎衛門によって、現在の稲葉家住宅が建設され、広い敷地に屋敷、長屋門、土蔵離れ座敷などが配置された。稲葉一郎絵門は、 衆議院議員や京都府議会議長を務めた政治家でもあり、また資材を投げ打って国鉄宮津線と洋日駅組浜駅間を開通させた特殊家でもあった。敷地内の倉資料館の脇には1950年に熊野郡町村会によって建立された稲葉一郎衛門像が建っている。組浜港一帯は港オアシスの登録をしていて、当館は 港はシス系単語の構成施設の一である。2018年5月3日に NPO 法人ワクワクする組浜を作る会が写真の三つたとと連携して来春に成人式を迎える若者たちの写真撮影会が開催された。撮影はケヤの柱を多用した室内や中には白壁の堀など様々な場所で行われた。振り袖姿の女性6人が 母親や祖母たちに付き添われて、笑顔を見せていた。稲葉家主屋は切り妻作り、三河原らぶ木の木造を2階建てであり、その建築面積は390平方メートルである。手がけたのは、地元の大工である、黒崎文吉。桁行六軒半両行七間半の主体部を中心として、四方に部屋がせり出している。江戸時代に、 阿波国徳島藩の八塚な理が当地を訪れた際には銀商社が混流された。銀商社は妻入り、三河はラブキ、霧妻作りの平屋建てであり、桁行き三県、両行島藩の主体部を中心として、東側に八畳の座敷が、西側に六畳の口の間がせり出している。館内には、2017年に京都府立久美浜高等学校福祉系列の生徒が、 転訳したパンフレットが寄贈され、閲覧できるようにされている。ありがとうございます。